薄くてびっくりしてる。塗っとこう。でててでてて、あれリップリップ、何でもいいからリップ塗ろう何でもいいからリップ塗ろう。精神堂々とメイクを直すな。配信中に堂々とメイクを直すな。ツインテールにしました。気づいてくれた。教授さん、グーグーありがとうございます。ツインテールにしてみました。猫パンチさん、タコありがとうございます。前髪もちゃんと巻いたし、チーカーもつけたし、ですありがとうございます。皆さんお星様めちゃくちゃ見えてますよ。あ、テロップかけます、シェアもします。本日実最終枠です。21時から22時。おーおーおー、無理だった。イベント配信本日最終枠22時まで。オッケー、シェアもします。ちょっと待ってください。これ先シェアしとけよって感じなんですけど、忘れちゃうんですよねいつも。本日最終枠です。オッケー、よいしょ、オッケー、集中できる。マスオさん、ハートありがとうございます。ヤマさん、ダルマありがとうございます。マイティさん似てる、シュシュですね。ギョルミョンジャッチャさん、ダルマありがとうございます。クラリオンさん、ダルマありがとうございます。わあ、どなただ。ヤスベさん、ありがとうございます。ミラーボールくる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 。教授さん、かわいい、ありがとうございます。ダルマもありがとうございます。ナナタン、タコありがとうございます。玉ひよさん、咲いたありがとうございます。チューリップ嬉しい。ともひこさん、チューリップの花が、ありがとうございます。チューリップよいしょ、タイムライン。カルちゃんさん、ハートありがとうございます。ゲオミオポーズ、ヤウヤウはメイクして寝るの、メイクして寝るのはね、生ゴミを乗せるのと同じようなもんなんですって。それを聞いてから寝落ちしないようにめっちゃ気をつけてます。でも寝落ちちゃうことはたまにあるんですけど。ナナナさん、ハートありがとうございます。ヒサボーさん、レインボースターありがとうございます。キラ
大和さん綺麗ありがとうございます。50円を完了クラリオンさんありがとうございます。なんかちょっとイヤリングとかもしとこう、気分を上げるために気分を上げます。何にしようかな、これにしよう。そうすごい例えだよね、私も見た時びっくりした。でもね、なんか有名らしい、女子の間では。知らなかった、知らなかった。お花にしとこう。大輔さんタコありがとうございます。50カウント管理しゅんたさんありがとうございます。それは言い過ぎなのかな、そうなのかな。メイクさんにね教えてもらったんですよね。ななたんだるまありがとうございます。意外と本当に生ゴミぐらいかもしれない。大輔さんタコありがとうございます。マスオさんありがとうございます。だるまイヤリングお花、お花にしました。でもどうしよう、お花って感じじゃないな。痛い痛い痛い、痛かった、めっちゃ外すの。お花って、お花って気分じゃない。じゃあ何の気分だろうって感じ。リボンのねイヤリングね、片方なくなっちゃったんですよね。可愛いのに。お花にしようかな、リボンにしよう。無理やり引っ張っ、無理やり引っ張ったら絶対痛いよねっていう。イエーイ、こんばんは。ナナナさんバラありがとうございます。安部さん花束ありがとうございます。ともさんレインボースターありがとうございます。キラーン。鉄メガネさんだるまありがとうございます。大きめのイヤリング似合う、嘘嬉しい、やったーやったやったやった。韓国語だ、びっくり。星集めしている、星集めありがとうございます。ホリ星集めツインテールね、あんまりスポキンの時しかしない。ともあきさんレインボースターありがとうございます。キラーン。こんばんは、こんばんは。はじめまして、はじめましてじゃないか、イベント中、イベント中です。イベント中のゲウイはチークを塗る漫画の題名みたいになっちゃった。あやかちゃんハートありがとうございます。ミッチーさんありがとうございます。ヨウタンは 1.25 か 1.5 どっち派、え、どっちの、どこの立ち位置の話だろうさっきからずっとね分かんない、どこの話なんだろう。 1.5 の時も 1.5 と 1.25 間違えた時の悔しさ半端ないです。間違えるっていうか 1.5 立ってるつもりでも 1.25 立ってたりとかして、それで怒られたりしますね。 0.25 ずれてるとか言われます。結構玉ひよさん花びらありがとうございます。クラリオンさんありがとうございます。咲いた咲いたありがとうございます。星集めてくるありがとう。こんばんは、遊びに来たよ、ありがとうございます。こ
こんにちは。ミヒはモデルしてたの？そうそうそう、キッズモデル。ともひこさん、ありがとうございます。咲いた咲いた、ありがとうございます。誰かが 1.5 は、え、もう何の立ち位置か教えてほしい。ノースフライトさん、レインボースター、ありがとうございます。キラー。ゴザ早漏か今が焼きで戦ってます。ゴザ早漏でしょ。ご飯はお鍋を食べました。ナナタン、だるま、ありがとうございます。ヤマトシさん、ハート、ありがとうございます。ひさぼうさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。としあんさん、ハート、ありがとうございます。としあんさん、ハート100受け取ってありがとうございます。やおちゃん、こんばんは。こんばんは。何鍋なんだろう、塩かな。頑張ってください、ありがとうございます。しゅんたさん、だるま、ありがとうございます。大判焼き、確かに大判焼きも聞いたことあるな。ワンポールさん、ありがとうございます。チューリップ咲いた咲いた。10連の時だけ歌った方がいいのかな。ヤマトシさん、バラ、ありがとうございます。ともひこさん、なんだこれは、ハート減るやつ、ありがとうございます。こんばんは。たまひおさん、ハートありがとうございます。100個突破、ありがとうございます。え、ゴザソウルね。吉村哲也めっちゃすいません。吉村哲也さん、クマ、ありがとうございます。クマ、しゅんたさん、ハートありがとうございます。大丈夫大丈夫、全然大丈夫。なんかこうこうアイドルらしからぬ咳込み方をしてしまったんですけど大丈夫です。復活復活復活っていうか、そもそもね別に元気だったけど。そういう時もあるよね待って、クマじゃ、クマタワー、あ、そうなんだ、あ、ありがとうございます。あ、そういうことか、さっきからクマタワー。あ、吉村哲也さん、クマタワー、ありがとうございます。クマタワー、紙に名前書きますね、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、本当に名前書きますね、紙。難しいですね、お名前の感じが合ってるのかな、名前は。よし、できたよ。クマタワー、ありがとうございます。ありがとうございます。
クマ10連投で投げたらポイント3倍入る。そうなんだ、わあありがとうございます。配信たくさん頑張ってるから喉気をつけて、ありがとうございます。喉飴舐めますちゃんと。クマタワー10個は1個よりポイント高いので。そうなんだ、わあありがとうございます。パチパチパチありがとうございます。ありがとうありがとうございます。見えたかな。見えなかったら言ってください。しゅんたさんだるまありがとうございます。かきさんだるまありがとうございます。やうちゃんや、やうちゃんですよ。山田真剣佑さん花束ありがとうございます。花束ポーズはね何にしよう、たかしのさん花びらありがとうございます。ポップとかぶった OK 見えるかな。こんばんは。スワンボード投票したありがとうございます。今日ね、今日で今日の23時59分までですね。投票はリクアワリクエストアワーセットリストベスト50 2023です。投票期限は本日までなので皆さんお忘れなきをお願いします。好きな曲に投票していただきたいんですけど、スワンボートもぜひよろしくお願いします。ひさぼうさんアイスクリームありがとうございます。パクパクパク。ケイチットさんレインボースターありがとうございます。シューンキラキラキラ。そう今日までなんでね、投票権まだある方は急いでください。ダンちゃんさんレインボースターありがとうございます。キラー。カキさんだるま500個ありがとうございます。サンボ投票したありがとうございます。ヤマトシさんレインボースターありがとうございます。キラー。こんばんは。ヤマトシさんお餅桜餅ありがとうございます。キンキンさんペンライトありがとうございます。ちょっと待って、ほんまに喉がなんかすいません。投票したよ、夢逃げ投票した。わあ羽村ハッシーチさんハートありがとうございます。ともひこさん小判ありがとうございます。タヤンさんレインボースターありがとうございます。キラー。わあ待って、桜今桜が見えた。めちゃくちゃスポキンの子正解。あつまるさん桜ありがとうございます。ありがとう。トゥ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 コスモライトさんレインボースターありがとうございます。キラー、いっぱいありがとうございます。カタヤンさんレインボースターありがとうございます。キラー、いいねありがとうございます。佐々木さんレインボースターありがとうございます。キラー。ほんまに大丈夫、全然元気。スポキンの子で覚えられてて嬉しい。ワンポールさんレインボースターありがとうございます。キラーン。ナナナさんなんなんだろう、かゆい喉がどこまで読んだか分かんなくなっちゃったしね。ナナナさんアイスクリームありがとうございます。好きやよ好きやよ。え、ほんまにやばいすいません、大丈夫大丈夫大丈夫。
花粉症咳も出るんだ。え、お茶持ってきたら乾燥してるのかな。どうしよう、今ね飲み物ないんですよね。そう、飲み物持ってくるの忘れちゃった、ごめんなさい。大丈夫です、今バーンってしたから大丈夫です。持ってこようかな、どうしよう。でもまあ大丈夫だと思います、なんか感じ的に。キラリン、大丈夫かな、大丈夫だと思いますね。アメちゃんとかほんまにごめんなさい。すいません、連絡しました。なんかピッと押したらテンテレレレレみたいな音楽鳴るやつあったらいいんですけどね、ないからとりあえず連絡してみました。ただちゃんさん、ありがとうございます。花びらありがとうございます。ひらひらひら、席でループしてて心配になる、ごめんなさいほんまに。とりあえず水分補給をちょっとね、今あの助っ人を呼びました、助っ人を呼んだんで ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、お母さんが持ってきてくれました。これで大丈夫と信じて、助っ人お母さんちょっとごめん席止まんないとか言ってありがたや、ありがたや。あ、そう、漫画ね、漫画をねできるかな話。ママありがとうございます本当に。あー、もうありがとうございます。しゅんたさん、タコありがとうございます。安心した、ありがとうございます。皆さんお茶とか水とか言ってくださって、ジェフさん、タコありがとうございます。ゲストさん、かわいい、ありがとうございます。キサボーさん、桜餅ありがとうございます。パク、ムクイさん、ハートありがとうございます。チラ、よかったね、ありがとうございます。母優しい、本当に感謝。いいお母さんありがとうございます。お母さん惜しみます、ありがとうございますでもね、なんだろう、なんなんだろう、かゆい感じなんか、ともゆこさん、オープンありがとうございます。チンテール可愛いです、ありがとうございます。はい、漫画を持ってきました。まず1個目はね、少女漫画なんですけどね、ママに、え、パパにです。パパに、ママはパーツは似てるって言われるかな、でもパパにかな、どっちかっていうと。なんかね、全然似てないんですけどめっちゃ似てるんですよ。なんなんだろう、あの現象、あの現象に名前をつけるならなんと言うんだろう壮大、壮大に言っちゃったけど、そう、パパにかなって思います。どういうことだよね、ですよね、わかんないですよね。なんかお父さんに似てるって言われるんですけど、うん、なんかそのお父さんに似てるって言われるんですけど、うん、お父さん別にそんな、うん、普通の人だ、普通の人とか、なんかアバエピさん3週50円ありがとうございます。パーツはママに、え、口とかかな、口はでもお父さんの方が似てるわ、めちゃくちゃ今思ったんだけど。え、そう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 、あのね、全然イケメンじゃないんですよお父さん、だから、うん、似てる、どうなんだろう、似てるって言われるんですけど似てないんですよ
似てない。そう、ヤヨパパ別に可愛くないから似てるって言われてちょっとなんかって思うんですよね。やだなって。ママは、うん、ママにの方が嬉しいかな、私は言われたら。でも、うん、なんだろう、お母さんねめっちゃ垂れ目なんですよ。私釣り目だから全然そこも似てなくて、弟がねめっちゃお母さんに似てるんですよね。弟と似てます、私はめっちゃ。お母さん、うん、あんまり似てないけど弟と私はめっちゃ似てますね。女の子お父さんにの方がいいんですか、パパは全然本当微妙な顔最悪なこと言ってる。そうそうそう、うん何なんだろうね。サボーさん尊いありがとうございます。そうそうそう、でもね、みんなどっちになんだろう。玉ひょうさん花束ありがとうございます。どっちにとかね、でもなんか自分じゃ分かんないですよね。周りに言われて気づくみたいな。のぼうさんタコありがとうございます。しろちゃんレンボースターありがとうございます。くまちゃん咲いた咲いたありがとうございます。めっちゃポイント差ついてるね、本当に。わあ、皆さん本当にありがとうございます。確かに、なんだ、そう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 、人にね言われないと分かんないよね。私はちっちゃい頃から本当に死ぬほどお父さんに似てるね、お父さんに似てるねって言われて、ってママに似たかったって言ってる子でした。どちらかというと、なんかこのウニャンがめっちゃ気になって気になってしょうがないそうそうそう、うん、そうそうそう、こんな可愛いのにだってありがとうございますやった、嬉しい。夏のひまわりが大好きです。じゃあ英語は春の桜が大好きですパパだって泣いちゃうよ曲名みたいに言うじゃないですか、言うじゃないですか。お水飲みます、ごめんなさい。終わったらちょっとアメちゃん舐めよう、アメちゃん舐めてどうにかします。でもね、家族反対されなかったですね、 NMB NMB 今はチューリップでは、確かにチューリップじゃないんだチューリップ大好き、チューリップめちゃくちゃ好きです。本当にチューリップ組だった、いやそれは嘘、桜組だったあれ何組とか、幼稚園の時何だったっけ、忘れちゃった、リス組とかそっち系でした。コウさん咲いた咲いたありがとうございます。チューリップ思いっきし嘘ついちゃった、チューリップ組とか言ってアイドルね、そう反対されなかったんですよ、お家の人には。クラリオンさんチューリップありがとうございます。咲いた咲いたチューリップの花がツンツンツン、結局何組、年少さんの時がリス組で、年中さんの時が桜組で、年長さんの時がバラ組。すごい記憶力、めちゃくちゃ前なのに。小さい頃からアイドルになりたいって言ってたの。アイドルになりたいは本当に高2の夏に初めて思ったから、そう、あの NMB 受けた年に初めて思ったかな。そんなことないか、昔からオーディションとかは結構受けてたんですけど、いやそんなこともないですね。アイドルのオーディション初めて受けたかもしれないです。女優さんになりたくて
事務所のオーディションとか受けたことありました。アイドルのオーディションは初めてかな。そう、ずっと好きで、大好きで、アイドルが本当に生きがいだったんですよ。アイドルが生きがいで、そう、アイドルもめちゃくちゃ大好きで、ちっちゃい時、小学生ぐらいの時から大好きで、子供の頃でも、ちっちゃい頃は女優さんになりたくて、女優さんになりたいけど、アイドルは趣味として大好きで、で、で高校生になった時に、アイドルは別になるものじゃないと思ったんですよ。もうなんか、可愛い、もっと可愛い子がなるものだって思ったから、アイドルはなるものじゃなくて、好きっていう、大好きっていう、ただただ大好きっていう感じだったんですけど、高2の夏に、あ、やばい、アイドルになりたいかもってすごい思って、で、もうなんか、もう今しかできないと思って、女優さんはもしかしたらアイドルになった後でも目指せるかもしれないけど、アイドルは本当に今この若いうちしか挑戦できないかもしれないって思って応募しました。で、めちゃくちゃなりたくて、もうめちゃくちゃなりたかったんですよ。だからなんか嬉しいです、 NMB に入れたのが。好きな女優さん、石原さとみさんのドラマが大好きですね。失恋ショコラティとか、高悦ガールとか、かなって思います。漫画の話をね、さっきからめっちゃコメントしていただくんですよね。持ってきたけど、話し始めたら止まんなくなっちゃうっていうか、いろんな話してすごい止まんなくなっちゃうんですよね。私、石原さとみさん大好き、顔も好きだし、そしてバトンを渡されたっていう本も好きで、めっちゃ好きです。だから石原さとみさんかな。アンナチュラルとか、日々ちょうちょうバレてる、努力するのは当たり前です。確かにね、5時9時見てました。5時から9時まで私に恋したお坊さん。ともひこさん、桜餅ありがとうございます。もちもち、が女優さんだったら、そうですね、石原さとみさんが好きだけど、いっぱい、たくさん本当に好きな方います、女優さんの中にも。あと、この方のこのドラマが好きとか、私は N のためにっていうドラマの榮倉奈々さんめちゃくちゃ好きです。村人 T さん、チューリップありがとうございます。咲いた咲いた、 ありがとうございます。チューリップ、立つ立つ立つね、立つ、そうなんですよ。川口春奈さん、確かに。あと、なんだろうな、 N のためにが大好きでね、あの N のためにの監督さんをされてる塚原あゆ子さんっていう方の作品がすごく大好きで、コーヒーが冷めないうちにっていう映画も塚原あゆ子さんなんですけど、あと最愛、最近だと最愛っていうドラマがあって、最愛の監督さんも塚原あゆ子さんなんですけど、塚原あゆ子さんの映像作品が大好きです。すごく監督さんなんですけど、めちゃくちゃ大好きです。コウさん、ハート500突破ありがとうございます。玉ひよさん、ありがとうございます。ハート、語り始め、そう、語り始めちゃう。失恋ショコラティエ、本当に漫画も好きで、漫画も今度写真撮りますね。すぐ写真撮るやつ、こんばんは。そう、今日持ってきた漫画は
ででん、日々蝶々、これは少女漫画なんですけどね、あの学校一の美少女の子のお話。この子がすごいおとなしくて、なんか無口っていうか、なんかあんまり喋らない子なんですけど、この子がすごい喋るようになっていくっていうお話なんですよ。そういうね、なんか人が成長していく系ストーリーすごい大好きで、スポコン系も大好きなんですけど、 AKB0048 みたいなスポコンドラマみたいなすっごい好きなんですけど、そういう、まあこれはスポコンではないんですけど、変わっていく系の漫画、これ最終話、最終巻12巻で終わり。あ、これは違うのか、最終巻は11で、これはなんかすごい最後に番外編みたいなのいっぱい詰め合わせ、単行本みたいな感じなんです。徳島和さん、チューリップありがとうございます。チューリップの花がありがとうございます。今は女優さんよりモデルさんに興味あるの？女優さんになりたいっていう気持ちは全然変わってなくて、すごいあるんですけど、今はアイドルとしてすごい成長したいなって思ってる時期で、何言うてんねんあんたって感じの偉そうなこと言ってるんですけどでアイドルとしてすごいお仕事とか、自分でじゃないですけど、やっぱり待っててもね、本当にいろんな評価があるからさ、私あんまりそんなにね、いっぱい待ってて雑誌に載れるような人材じゃないのでもう自分で掴み取るじゃないですけど、本当にこうやって皆さんに協力していただいてるのに掴み取るとかいうのもおこがましいんですけど、あのそう、アイドルとしていろんなお仕事に挑戦してみたいなという気持ちです。こんな言い方でいいのかな、でも本当に真剣です。あ、もうまたグーしちゃった。ヤマトシさん、かわいい、ありがとうございます。ヤマトシさん、レインボースターありがとうございます。そうそうそう、たくさんの方に見つかるというね、ありがとうございます。そういう気持ちです、気持ち的には。だからすごい、なんかめっちゃ昔から私はモデルさんになりたかったですっていう、そのモデルさんに対する気持ちはそんなに強く語れないんですけど、自分の口からは。でもすごいアイドルとしていろんなところに出ていきたいなっていう気持ちはめちゃくちゃ強いです。すごい語っちゃった、漫画の最中にね、漫画と自分の語りたい話を挟むっていうトリプルコンボ、嫌になっちゃう。日々ちょうちょうおすすめです。めっちゃね、そうそうそう、まずはね自分が動かないとって思った。のぼうさん、チューリップのリースありがとうございます。じゃあもういっぱい歌いますね。咲いた咲いたチューリップの花が、オッケー、ありがとうございます。チューリップもそう、いろんなね雑誌に出たいっていうのもすごい夢なので、それは本当に雑誌大好きだし、好きなことが多いなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、何でもかんでも好きっていうよりかはすごい芸能界が好きなのかもしれない、まとめるとどんなまとめ方って感じなんですけど、そう、なんかねやりたいこといろいろあるじゃんって思う方もいるかもしれないんですけど、私的にはそれ全部やりたいこと一緒で、全部できるのがアイドルだと思うので、そのだからアイドルに惹かれたっていうのもあるのかもしれない。なんか何でもかんでも好きなわけじゃなくて、アイドルが好き、一番はアイドルが好き、それだでアイドルはすごいいろんなことにチャレンジできるから、チャレンジしたいなって思ってます。まとめるとね、まとめるとっていうか、集まるさんありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。そういう感じの気持ちです。わかるよ、ありがとうございます。
一人っ子、よくね一人っ子って聞かれるんですけど、弟がいるんです実は。全然なんかすごい今もちっちゃい時から仲良くて、で中高も6年間一緒でみたいな子がいるんですけど、その子になんかめちゃくちゃ大親友なんですけど、いまだになんか弟いるって信じれないみたいな。もちろん弟にも何回も会ってるし仲いいんですけど、弟なんかいまだになんか弟いる感じしないわみたいな言われるんですよね。オールマイティーにこなせるアイドルになろう、もちろん頑張ります。ひさぼうさんブラボーありがとうございます。そのチャレンジしてる姿を見て元気もらって、お仕事頑張れるからお互い耳、わあありがとうございます、嬉しいです本当に。ピンクもね来てくださったり、来年はピンク着ようかなって思ってくださったりいろんな方に感謝です。もう一個あるんですよ漫画が、持ってきたのが、持ってきたっていうか、まあ、そこなんですけど、恋と嘘最終巻を持ってきちゃった。でへはい、恋と嘘有名かなって思うんですけど、有名なのからまずは紹介していこうって思って、これすごいずっと続いてて、二者択一系の漫画で、そう二者択一系の漫画なんですよ。このリリナちゃんか何ちゃんだっけ、美咲ちゃんだなんですけど、リリナちゃんか美咲ちゃんで、その主人公ねじまってんですけど、ねじまがすごい揺れるんですね、まあ、揺れるっていうか、本来選ぶべき人と選びたい人みたいな、選ぶべき人と選びたい人みたいな、でどっちエンドの話もあるんですよ。それがすごい好き。なんかその視聴者に任せる系のやつあるじゃないですか、漫画とかドラマとかでも、そのなんかまあ後ろ姿でどっちを選んだかはお任せだよみたいな。でもどっちエンドも用意してくださってるんですよ。そういうね視聴者お任せ系のやつもめっちゃはっはっはってなってすごい好きなんですけど、どっちも読める、もうどこを取っても幸せっていう、自分的にはどっち派、私はねすごい本当にどっちもめちゃくちゃ好きなんですけど、私はリリナちゃんがもう本当にけなげすぎていい子すぎて本当幸せになってほしいっていう気持ちが強かったので、リリナちゃんエンドが好きです。だから本当にね安心して読んでください、今から読み始める方。そうそうそう、2週間前くらいに B2 公演で初めて弥生ちゃん見てめちゃくちゃ可愛すぎました。嬉しい嬉しい、ありがとうございますアピールしとこう。ストーリーが2パターン、そうです、そうそうそう、ずっとこう言ってて、ってどっちもっていう、最後ね本当どうなるのかなと思ったら、こっちが美咲編、リリナ編、私はリリナちゃん派、どっちかというとでも本当に美咲ちゃんも大好きなんですけど、安心して読めると思います。なのでこれはめちゃくちゃおすすめ。内容もなんかただの恋愛漫画とかじゃなくて、なんかただの恋愛漫画なんてないんですけどね、言っちゃうとでもそうそうそうってなんやねんって感じ。ただの恋愛漫画なんてないんですけど、もうねいろんな嘘と、いい嘘、その悪い嘘じゃなくて、いい嘘と感動的な展開と、主人公のなんか揺れ動く気持ちとみたいな、可愛い女の子がいっぱい出てくる漫画とか大好きです。一番癒されるから、かぶる、寒い。写メ会行きます初めて、わあありがとうございます。
それまでになんか顔シュッてさせるためにちょっとなんかとかやっときます。お家で少年漫画とか全然読まないの？少年漫画もね読みますよ。かぐや様も読んでるし、有名どころだとかぐや様、推しぶどうも少年漫画かな。推しの子もね最新刊この間ゲットして、あ、ここにちょうどある。え、これだよね、これだよね、あ、これだ。推しの子の映画楽しみ、めっちゃ良かったですよ最新刊。もうどんどん進んでいってて、もうちょい、もうちょいなのかな、だと思うんですよ完結。これも少年漫画に入るのかな。少年漫画、あ、角川系が好きなの。え、講談社コミックさんが好きかもしれないです。でもやんじゃん、うまるちゃんとかも読んでました。なんか戦う系あんまり読まないかも、だからすごい読んでみたいなっていう気持ちがあります。推しの子めっちゃ面白いですよね。こうさんハートありがとうございます。1ヶ月に何冊漫画買うの？でもなんか月によってこう最新刊が出るとか、最新刊出たらもちろんもう続きが読みたくなっちゃうから買っちゃうじゃないですか。でもそれ以外に開拓する本 2,3 冊ぐらい買ってるかもしれない。そのね、その続刊によって、だからまあ10冊いっちゃうと結構やばいじゃないですか。だからまあ10冊いくかいかないかぐらい、その新刊によります、その続編。でも中学生ぐらいからすごいあの続いてた漫画とかが今終わりつつあるので、そう、なんか完結しつつあります私の好きな漫画たちが。漫画家さんってすごいですよね。私絵がねめちゃくちゃ下手くそなんですよ。なんかありえない絵しか描けないから。何種類集めてるの？ね、何種類、500冊ぐらい今行ったかもしれない。前あの漫画に囲まれた投稿をねしたことがあるんですけど、そうそう、まあちょっと画伯なんで私言われてるわそう、前投稿囲まれてる投稿した時は400何冊だったんですけど、もうちょっと増えてるかもしれません。445?450 ぐらいだ、なん470忘れたんで、400何十とかだったんですけど、もうちょい増えてるかな。 OP さん花びらありがとうございます。こんばんは私から始めた物語はね、あの続編交互期待ということで、二編まなみちゃんにも話しかけます、頑張って。探してみるね投稿ありがとうございます。なんかね検索できるので、私のあのなんて言うんだろう、プロフィールから検索のところで漫画って入れたら出てくるかもしれません。囲まれてるやつ固定しとこうかな今ね誕生日の投稿固定してるので、今日といった思い出の写真。玉ひよさんハートありがとうございます。右後ろにあるものは何ですか？あ、あれですか？あれはね、セーラームーンのパズルなんですけど、あの1000ピースパズルです、セーラームーンの中学生の時に作ったんですよね。でね、あれもう一個ちっちゃいやつあるんですよ奥に。でも壁に飾ってたらベリベリになっちゃって壁が、であのピンクのねシールを貼ってるんですけど、ベリベリになっちゃったので、そのベリベリになっちゃったからもうベッドのとこに入れてます。見えないけど。55分からランキング読みます。やっぱり56分にしようかな、56分にします。いつもねスーパー要因タイムが長すぎてちょっと気まずいので56分にします。セーラームーンって英語世代じゃないよね。確かにセーラームーン世代じゃないんですけど、
なんか お母さんも結構漫画読むんですけど、お母さんの友達に一部屋漫画みたいなお姉さんがいる、お姉さんっていうかお母さんと同じでしたけど、お姉さんがいて、そのお姉さんが貸してくれるので、あの読んでます、読みました。でハマっちゃって好きになったかな。セーラームーン女の子が通る道、え確かに、えプリキュアね、今広がるスカイプリキュアですよね。ミュウさん推し、ありがとうございます。星投げありがとうございます。素敵なお姉さん、そうそうそう、お姉さん漫画から、そうですね。でもなんか変身グッズ可愛いなとかいう気持ちは昔からあったっぽくて、やっぱアイドルとか好き、もうね、とにかく女の子知った趣味がもう大好きで、プリキュアもだし、プリティリズム系も一通り全部ハマったし、アイカツも好きだったんですよ。もうとにかく女の子っていう文化が大好き、女の子してる概念が大好きで、めちゃくちゃまあ可愛い概念っていうのかな、可愛い概念が大好きで、そうこういうの集めてました。めっちゃピンク、もう濡れないかもしれないってぐらい前のやつなんですけど、話しすぎちゃった。明日の耐えてすぐ出しますね。でもね、今日と同じ感じかな、多分ほぼ今日と同じで、朝だけ、朝の時間だけ7時から7時半にしようかな。えラブベリー世代、え違うかもなんやね今の反応って感じ、違うかも。なんかラブベリーってさ、雑誌もないですか、雑誌、あれは違うのかな、関係ないのか。えキャメイクとセーラームーンがコラボするらしい、えなんか見ました、ネットニュースみたいな。ネットニュースになるって最強ですよね。1時間は足りないね、確かに。早口で頑張って言います。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。シュウ上村さんのセーラームーンのコラボやってましたよね。なんかねブラシがねめちゃくちゃ可愛くて欲しかったんですけど、破産しそうだったんでやめましたリハルヤさん、タコありがとうございます。タコありがとうございます。ワンボールさん、花びらありがとうございます。朝配信5時から起きて待機してます、ありがとうございます、嬉しいです。7時から7時半にしようと思ってるんですけど、朝長い方がいいのかな、朝か夕方どっちの方が長い方がいいと思いますか。朝か、朝長いか夕方長いか、夕方って言ったら5時6時7時ぐらいなんですけど、夕方どっちの方があれなのかな、有利じゃないけど、夕方朝、夕方朝ありです。夕方の方が多いかな、パッと見なんですけど。あつまるさん、くす玉ありがとうございます。あ今日の配信もあと5分だわ、お疲れ様でした、ありがとうございます。でも夕方パッと見なんですけど、夕方が多いから夕方にしようかな。夕方じゃあ長めでちょっと組んでみます。だから朝は7時から7時半にしようと思います。7時から7時半、7時半から8時とどっちの方がいいかな、もうね迷いすぎてですよね、星がね集まらないですよね。確かに、じゃあ朝は短めで7時半から8時にしようかな。7時半の方がいいのかな。迷う、どうしよう、自分で考えろよって感じ早起きできるかな。最近ね全然早起きしてない、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、
あ、56分辰本迷い仕事の方いるから遅めがいいかも。うん、確かに。7時半から8時かな。今から予備をしても子さんになれる。え、まだまだアイドル 1年目なんてね。全然リップおすすめ教えて。え、なんだろう。あ、これちょうど、これめちゃくちゃおすすめです。18番ロム&のマイルドピーチ。マイルドだと思います。多分英語は読めないんですけど、まあ多分マイルドだと思います。だんだん遅くなっていく。確かに。まあまあまあ、多分7時半から8時かなと思います。ちょっと一回考えます。微調整します。1位ありがとうございます。本当にランキングを見ます。57分になっちゃった。13位しゅんたさん、ありがとうございます。唐揚げパク。12位かきさん、ありがとうございます。ハト。11位しろちゃん、ありがとうございます。ガオー。そして10位大輔さん、ありがとうございます。わー、ありがとうございます。あ、すごいアイコンエウイだ。ありがとうございます。待って、変わっちゃった気がする。え、ねえ、もう私を誰か刺してダメだ、それは。そんなこと言っちゃダメだ。今のは撤回。気を取り直して。10位教授さん、ありがとうございます。よきよき、やよきよきになってる。9位あつまるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ワンちゃんなのかな。8位ひさぼうさん、ありがとうございます。アイコンが何なんだこれ。服。7位こうさん、ありがとうございます。わー、アイコンやよいだ。ありがとうございます。そして6位たまひよさん、ありがとうございます。ぴよぴよぴよ、ありがとうございます。5位やまとしさん、ありがとうございます。猫、猫のイメージ。4位ナナタン、ありがとうございます。マイメロディー、マイメロなんだけど。3位ともひこさん、ありがとうございます。ほのー、毎回やっちゃう。2位のぼうさん、ありがとうございます。のぼうさん、ありがとうございます。1位は吉村哲也さんです。ありがとうございます。あ、熊タワーもありがとうございます。ありがとうございました。本当に遅い時間まで、朝早くから遅い時間まで皆さんに、なんだっけ、直樹さんに3週ありがとうございます。2日間、あ、陸泡投票期間今日の23時59分までです。喉を大事に、ありがとうございます。今日もお疲れ様、ありがとうございます。明日のスケジュール迅速に。夢があるっていいですね。確かに、いや、もうそう思います。また明日、ありがとうございました。明日もちょっと早いかもしれないんですけど、ごめんなさい。お願いします。ぜひ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。飲み物飲んでね。ありがとうございます。ちょっと考えますね。すぐ頑張るんですけど、考えます。ちゃんと。おやすみなさい。レオです。また明日。明日も頑張ります。ゆっくり休んでね。ありがとうございます。